なんとね、念願のコーヒーだったらね、飲んでもいいという許可をいただいたんで、ようやくこちらね、飲ませていただこうかなと思います。5日ぶりぐらいじゃない、きっと。ああ、待って、やっぱ、あ、でもなんかあれだな、久しぶりの飲むとなんか舌が慣れてなくて、こんな変な味だったっけみたいな感覚になるわ。あらららら。で、喉もかなり良くなってきてるわ。もう普通に、まあ普段通りの感じ。あ、うめ。でもなんか結構ね、コメントでね、その昨日コミデの動画上げた時にもらったんだけど、休んでなくて大丈夫なんですか的なコメントをいただいたんだけど、あのね、正直入院をねする前ですね、水木金のあたり、その辺の方がね、体調めちゃくちゃ辛くて、もうリプライとか来てももう一切返信できないレベルで体調がしんどかったから。はい、ちょっとね、外にやってきたんですけれども、やっぱね、日の光浴びないとメンタルね保てないですから、うん、日の光を浴びること重要です。で、今回ね、ちょっとね、どうしても読みたいコメントがねあったんで、 YouTube の方でです、 YouTube の方で寄せられた読みたいコメント、こちら紹介していきます。はい、こんな感じのコメントが届いたんだけど、このコメント軽く要約をすると、ピクミンブルームで遊んでいたら通報されたという旨の投稿になります。いや、そんなことあるんですねって思ったんだけれども、意外とね、こういったあの報告がね来ることは稀にあります。たまにね、本当に 2,3 回ぐらいかなあるんですよ。で、先にちょっとね、結論を言うとね、この人は別に何も悪くなくて、まあ通報した人がおかしいと。うん、だって明らかに事件性がないじゃないですか、そのピクミンブルームやってて通報って。で、こんなね、ことで通報する方の方がどっちかというとおかしいと思うから、まあ、本当にちょっと変な方に絡まれたんだなと考えるのが、まあ、良いんじゃないかなと思いますね。で、警察とかももうたまったもんじゃなくないですか、これ。こんなことでいちいち通報されてたら、もう商売上がったりというかね、うん、警察も大変ですよね、これ。もう私有地とかにね、仮に入ってたりしたら、まあそういうことしてたらちょっとまずいけれども、だって駅前ですもんね、公共の場で遊んでたら。そんなね、通報するようなことないのに、これほんとかわいそうですよね。まあゲームをね、やってて、まあ怪しくないにね、越したことはないんですけれども、まあ問題はそこじゃなくてね、まあ通報してくる人間が、まあこんな感じで、ね、身近にいるかどうかの方が大事なんですよ。まあ、仮にね、すっごい地方、もうめちゃくちゃど田舎みたいなところでも、まあ、ピクミンブルームもまあやってたと、まあ、花植えとかやってても、あ、全然通報されないみたいなことはあるんですよ。僕も結構いろんなところで遊んでますからね。うん、それなりに分かってるつもりだから。だからね、たまたま、そう、通報してくる人間がいる地域に住んじゃったんだなって思うぐらいが、まあ、ちょうどいいんじゃないかなと思いますよ。うん。で、今現在ね、まあゲームで遊んでて通報とかされたことない方は、まあ今回の話一切気にしないでください。まあ身の回りでそのちょっとね、通報とかしてくる方がいないってだけで恵まれてるってことなんで、まあ通報されてない方はね、今まで通り普通に遊んでてください。でね、実際にこういった事例があるって話をしたんだけれども、ただね、このピクミンブルームってね、そんなに怪しくなりやすいゲームではないんですよね。っていうのも、ピクミンブルームって基本的に歩き続けるんですよ。歩き続けるから、そんなに、なんていうの、自分が怪しくなるようなシーンっていうのは、まあないと思うんですけれども、ただね、その、どうしても、ちょっとだけ怪しいなって瞬間が生まれる時があって、それってね、あの、花植えの時なんですよね。まあ、花植えというのは、ビッグフラワーをね、本当に一から咲かせようと思った時だけ、ちょっとね、怪しい挙動になることがあります。っていうのも、ビッグフラワーってね、一から咲かせようと思ったら、どうしてもね、5分のクールタイムというものが発生してしまいます。まあ、ビッグフラワーはね、つぼみにね、300本の花を植えると咲くんですけれども、一気にね、300花を植えることが実はできなくて、同じ場所にね、連続をして花植えをしたかったら、5分待つ必要があります。つまりね、一人でビッグフラワーを咲かせようと思ったら、必ずね、5分間、暇な時間ができてしまいます。でね、その5分間のね、暇な時間をね、どこで過ごすかっていうのがね、めちゃくちゃ重要でして、例えばね、この5分の暇な時間、あの、住宅街の、まあ、住宅がたくさん並んでるところで、スマホ見ながら5分間棒立ちするとかっていうのはちょっとね、怪しいんですよ。そういうことをすると確かに通報のきっかけになりがちなんですよね。あの人なんで携帯ずっと見ながら5分間同じ場所でずっと立ってるんだろうみたいな。しかもここ住宅街なのに、なんか、待ち合わせ場所とかではなさそうなのに何やってるんだろうみたいな。
まあ、そういうことで通報されるみたいなことはね、まあ、どうしてもあります。それはまあしょうがないんだけれども、だからね、どうしてもね、その住宅街でビッグフラワーの花植えをするときに5分どこで待つかっていうのはね、ちゃんと考えた方がいいかもしれない。まあ、例えば、ベンチに座るとかね。ベンチに座ってたら、まあ、普通に怪しくなくなるからいいんですけれども、ベンチに座るとか、あとはもう単純に歩き続ける。まあ、5分のクールタイムが発生しているけれども、その5分のクールタイムの間に別のところのフラワーを咲かせに行ったりとか、で、また5分後に戻ってくるみたいな感じでローテーション組むとか、あとは単純にコンビニに買い物に行くとかでも別にいいですよ。まあ、そんな感じで歩き続けるようにしていれば、まあ、こういったね、トラブル未然に防げるんじゃないかなと思います。ただ、ピクミンブルームの5分のクールタイムっていうのは、ね、やっぱり長いんですよね。5分間何もしない時間が生まれるっていうのは他の位置情報ゲームではあまりなくて、しかもそれが24時間だからね。なかなかその5分のクールタイム時、まあ、どこで待つかっていうのは結構ね、考えた方がいいかもしれないです。ってなわけでね、今回は、ピクミンブルームで通報されてしまったよというね、話をね、ちょっと紹介させていただきました。どんな事例で通報されたのかっていうことと、あとはね、まあ、通報されないためにはどうすればいいかって話をしたんだけれども、まあ、結論最初に言った通り、まあ、自分は別に何も悪いことしてないんだったら、まあ、本当、こんな些細なことで通報してくる方の方が、まあ、おかしいんじゃないかなって、まあ、考える方がいいんじゃないかなと僕は思いますよ。この通報された方はね、特段気にせずに、まあ、今まで通り遊んでくださいということで、今回この辺で以上とさせていただこうかなと思います。それじゃあ、ありがとうございました。早く元気になって公園とかに遊びに行きたいですね。ただ今年の梅雨は大丈夫なのかな？もう全然雨降ってないけど。逆に雨不足とかで問題になったりしそうでちょっと怖いですね。そしたらそろそろ戻るかな。まあ今日も一応コミデーだけど、1万歩歩くのは無理っす。ちょっと待って、これとんでもないんだけど、殻剥いたら半分しか入ってない。とんだ詐欺商品だ。マジかよ。ちょっと食べますか？いただきます。でもスモーキーでうまいわ。たまんね。もう健康最高ですね。もう早く退院できるように頑張ります。